はい、どうもご視聴ありがとうございます。ルイボスです。今日もねポケットモンスターソードシールドやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はねちょっとね激レアの実の紹介、激レアな実の取り方の紹介っていうのをねしていきたいと思います。はい、皆さんねご存知ですかね。実はねポケットモンスターソードシールドには、サンの実っていうのとスターの実っていうのがあるんですよ。はい、何それってね多分ね思った方いると思うんですけど、まあ、むちゃくちゃレアな実は木の実なんですよね。うん。で、その木の実なんですけど、あのね、今まではバトルタワーが100勝で3の実っていう実が取れるのと、あとスターの実はね、バトルタワーが200勝しないといけないっていうね、なんともめんどくさい、まあ、ステップをね、踏まないとダメだったんですけど、今回ね、冠の雪原で、それをね、サクッと取れる方法が見つかりましたんで、紹介しておきますと。というところで、場所はこれですね。ここのね、バカでかい木です。はい。まあ、サンダーとかね、山頂がね、飛んできたイベントがある、この木なんですけど、この木で、ちょっとこう、降りてね。ここね、揺らせんすよね、こうやって。これ、普通の木みたいな感じで、これでかい木をね、揺らせるんですよ。で、びくともしないとか言ってるんですけど、まあ、そのまま行きましょう。ガンガン、びくともしない。はいはいはい。どんどん。まあ、これね、揺らせるわけないんですけど、このデカさ、常識的に考えて。まあ、ひたすらびくともしない。はい、ひたすら行きます。ひたすら行ったら何かが動いたかもしれない。あ、もっと揺らす。はい、行く。はい、来たっていうことで、ここから、まあ、木から出てきた何かに、ポケモンの巣に引きずり込まれたっていう。引きずり込まれちゃうんですけど、さあ、来たと。で、いきなりなんかダイマックスバトル始まって、こんな感じで、はい、お待たせって感じの、ロクバイスちゃんが来ますね。うん、やっぱこのでかい木にいるから、やっぱこうでかいんでしょうね。ロクバイスも、まさかの。で、このでかさのロクバイス、戦いますね。とりあえず縛りましょう。格闘技がないじゃないか、これ。格闘技、格闘ポケモンなのに、格闘技がないじゃないか。っていうことで、とりあえずね、まあ、縛りましょう。はい。今日も可愛いですね、この子はね。はい、ということで、まあ、欲張りさんを、まあ、縛くわけです、これ。はい。格闘ポケモンだけど、ちょっと格闘技のない、888Tさんね。はい、ちなみにこれ、リスナーさんにいただいたポケモンなんですけど、ありがとうございます。888Tさんで、やっていきたいと思います。ここでね、ようやく格闘ポケモン出番かなと思ったら格闘技なかったですね。はい、まあ致し方なし。はい、ということで、とりあえず殴っていきましょう。めんどくせえな、こいつ。はい、とりあえずサクサク倒していきましょう。はい、ということで、倒しましたね。バックは。さあ、ありがとうございます。っていうことで倒しましたと。はい。そしたらね、まあ、さすがにでかいですよね、あいつね。うん、勝負の衝撃で木の実がたくさん落ちてたっていうことで、はい。はい、オレンの実が30個。はい、お盆の実が10個。はい、これ3、これね、3の実が1個。はい、これと、あと、マトマの実20個。うん、なんかいっぱい、ロメの実なんかいっぱいもらえるんですけど、ヨープの実もらって、で、ここでスターの実ね、これね。はい、この2つですね。スーパーウルトラ激レアの実です。はい。通常で取ることは多分、できないと。多分できない、うん、できないんで、取りましょう。ということで、ここね。スターの実？これなんか持ってるけど。取ることできないわけでもないくさいですね。はい、すいません。取ることない、できないわけでもない、ないみたいです。なんかしなきゃ持ってるんで。ということで、これスターの実っていうのと、あと3の実ね。これね。これ3個あるけど、どこで取ったんやろな。あ、バトルタワーやったんか。あ、やったわ、俺。はい。ってことで、まあ、僕は持ってましたけど、まあ、こんな感じね。まず、効果で3の実っていうのが、まあ、ポケモンに持たせると、ピンチの時攻撃力は、攻撃や吸収に当たりやすくなるっていうのと、まあ、スターの実。ポケモンに持たせると、ピンチの時どれか一つの能力がぐーんと上がると。これね、バトルだと、たまにスターの実を使ってる人は、たまにいる。まあ、ポケモン。でね、うん、育成論とかでも、スターの実持ってるポケモンはたまにいますね。はい。っていうぐらいのやつですね。で、実際普通に取ろうとしたら、3の実がバトルタワー100勝、スターの実がバトルタワー200勝ということで、なかなかお目にかかることがない実だと思います。はい。かなりのね、激レアの実なんで、まあ、これの、このイベントね、実は1回しかできないんですよ、このイベント。うん、これもうね、これ無理なんですよ。はい。1回しかできないんで、とりあえず1回取ったら終わりなんですけど、まあ、ぜひね、この激レアの実、
取り忘れている方、もしくは知らなかった方はね、ぜひね、ゲットしてください。はい、ということで、私のチャンネルでね、ポケモンの最新情報とか、まあ、いろいろポケモン配信とかしてます。もしよかったらね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ということで、それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。